高岡理事は日本の政治家、熊本県水俣市長、元水俣市議会議員、熊本県菊池市出身、人税高等学校卒業。かつては水泳選手として活動。小学5年で水泳を始め、高校2年当時、1975年に三重国体で出場した200メートルリレーで、当時の高校に本新記録をマーク。 日本体育大学進学後の1977年に出場した日本選手権水泳競技大会で200メートル個人メドレーで3位に入る。大学4年生当時の1980年4月全日本室内選手権で上位入賞、同年6月に予定されていたモスクワオリンピック日本代表の最終選考レースへの出場権を得る。しかし、同年5月24日に 日本オリンピック委員会は政府の方針通りにモスクワオリンピック不参加を決定6月の最終選考レースも中止になり五輪への道も立たれた以後競技に対する向上心や練習への情熱を失ったということで指導者の道へ進むこととなる1981年3月日本体育大学体育学部社会体育学科卒業同年から 宅職大学紅れい三い高等学校で保健体育教諭を務めた。その後、ビジネスホテル従業員、県議会議員秘書などを務めた。2006年2月の市長選は産業廃棄物処理施設建設計画の是非が最大の争点となり、巨人各県が県知事にあることを理由に中立の立場を貫く現職の江口隆一に対し、 反対派の市民団体が元教育長の宮本、勝明を擁立。処理施設をめぐり、水俣市は二つに大きく割れ、市長選と同日に行われる、水俣市議会議員補欠選挙に、江口陣営は高岡を擁立し、宮本陣営は出馬した前市議の知事は匠と共闘した。2月5日、投開票。江口は宮本に敗れ、高岡も落選した。 2007年4月、水俣市議会議員に初当選。2010年から国際連合環境計画が中心となり、水銀及び水銀を使用した製品の製造と輸出入を規制する国際条約の制定に向けた会合が重ねられるが、2012年12月、水俣市議会は条約名に水俣の名前を付けることに反対の意見書を採択した。 2013年1月19日、ジュネーブで開かれた政府間交渉委員会で条約の名称を水銀に関する水俣条約とすることが決定。同年3月11日、高岡は市議会本会議で宮本勝明市長に前年反対の意見書の採択をどう思うかと質問。宮本が配慮しなければならないとも考えているが、条約名に 水俣の名がつくことは、水俣市にとっても市民にとっても有意義なことと捉えていると答えると、高岡は条約自体は否定はいたしません。ただ、それを水俣と名称をつけることによる影響が私は非常にいろいろな意味でまた今後出てくるんじゃないかというふうに懸念をするわけです。そういう名前だけを使われて、条約名が発信されて、影響や責任だけを市民が負わされるんであっては、 絶対にならないというふうに思いますと述べ、名称反対の意思を重ねてこうに示した。同末、翌年の水俣市長選挙に向け、副市長の田上和俊と氏と、元市長の江口隆一の二人が名乗りを上げたため、保守陣営が分裂。この時の候補者擁率をめぐり、高岡は自民県連政調会長の吉永和夫県議と対立。2015年の県議選。 水俣市選挙区では、高岡は、吉永の対立候補を支援したため、吉永が支部長を務める自民党水俣市支部から、除名処分を受けた。2017年12月18日、窒素の事業主会社、JNC の老組水俣支部で、記者会見し、人気満了に伴う水俣市長選挙に立候補する意向を表明。2018年1月15日、市議を辞職。 同年2月4日に行われた市長選に JNC 労組の全面支援を受けて立候補。除名処分を受けていたことから自民党水俣市支部は自主投票としたが市議6人が高岡を支援した。現職の西田博士との一騎打ちを制止初当選を果たした。2月22日、第19代水俣市長就任。当日有権者数。 2万1360人、最終投票率 65.、65.52%2018 年10月23日、英国のハンウェイフィルムズが、水俣病を記録した写真家の友人スミスを題材にした映画の制作発表をした。2019年2月2日、映画のエグゼクティブプロデューサーは、高岡宛てに、スミス夫妻が水俣で過ごした日々をできるだけ忠実に描写したい。 近い将来、水俣を訪れたいので挨拶に、伺いたいとメールを送った。同年3月5日、高岡は、市議会の一般質問で映画について問われ、1970年代の、水俣の様子や起こったことが正確に伝えられることが、大切としながらも、地域にとって、負のイメージだけが広がらないようにお願いしたいと述べた。映画、水俣、水俣は2020年2月に、 ベルリン国際映画祭で公開。2021年4月、日本の配給会社のロングライドは、高岡に面会。日本の全国公開は2021年9月23日に決まり、同年6月、ロングライドは完成した映画を市に送った。地元有志による実行委員会は8月21日に、水俣市文化会館で先行上映会を開くことを企画。 同年6月、市に名義講演を申請したが、市は6月29日付で上映会の講演を拒否する通知書を送った。通知書には複雑な市民感情を考慮した。映画が史実に即したものかわからず、制作者の意図も不明という理由を付した。一方、熊本県は講演を承諾していることから、朝日新聞が取材すると、市は水俣病を 過去のものとして忘れたいという市民もいることを踏まえ、講演が適切かわからないと回答した。7月29日、高岡は定例記者会見で映画の中身がわからない状況の中で地元の市長として安易に講演をすることは難しいという考えだったと説明。鑑賞可能な状態であるにもかかわらず、高岡が見ることを拒んだことが明らかとなった。なおその後、 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言発出が全国各地で相次いだことから実行委員会は8月21日の上映を9月18日に変更した。ありがとうございます。